どうもーかげやんです今日はですね気分転換3戦、えー、3つですね、えー、僕のやっている気分転換まあいろいろあるんですけどもそのうちの3つをお伝えしたいなというふうに思います、えー、昨日ですねこう、えーまあ、晩ご飯ですね、えー、昨日の晩ご飯なんですけどもあのー、まあ梅干し中心の晩ご飯にはまあしているんですけどもえー、こ 食事をね梅干しを食べる前はねお腹がこう一旦こう空いてる状態があってそれが 落ち着いてくるとちょっとそこまでお腹が空いてない状態というかえ空腹感をそこまで感じない状態がちょっとあってですねそっからねえまあ一応食べとこうということで梅干しを食べてらっきょうを食べて豆腐とキムチを食べたんですね干したらねお腹がねなんかこう胃が活発になったんかこうお腹が空いてきてですねただ炭水化物は食べないと思う決めていたんでどうしようかなと考えててで そこで腹減ってる場合は僕の場合はチーズを食べるんでまあチーズを食べたんですね。チーズを食べてもねまだお腹がすいた状態があったんでね、えー、仕方なくですね、えー、納豆を食べました。で納豆を食べてほんで、えー、まあまああと納豆を食べてナッツかな。ナッツこう塩がかかってないナッツですね。えー 食食塩不使用のナッツですねそれを食べてというで結構食べてしまった食べてしまった言ってもねそんなに量的にはそんな大したことないんですけどもあの自分の中ではこう梅干しとらっきょう豆腐キムチぐらいにしとこうと思ったんですけど昨日の場合はちょっとお腹が空いてっていうことでだからこう何て言うんですかその梅干しを食べる前はですねそのもう今日食べんでもいいかなって思ったりもするんです。 ただ、やっぱちょっとだけお腹に入れていこうかなっていうことで、えー、食べ出すとお腹が空いてくるっていうところでこうその辺のさじ加減難しいなと思ってるんですけどもまああのー、昨日はねちょっと仕事 の関係でね、えー、夜ジョギングはできなかったんで、えー、まあそういう感じですけどもジョギングをしたりするとこう運動した後の夜っていうのはね結構お腹がそこまで空かない状態になるんで、えー、それはそれでいけるかなというところで。ということで今日の気分転換3選です3つですね、えー。僕の気分転換、まあ、いろんな気分転換してるんですけどもこう仕事が終わってそのオフというかね 気持ち的にそのオン・オフがあるとするとオフの状態をこう作り出すというかこうぼーっとした状態をこう作り出すためにやってることが、まあ、ドラマを見るということとですね。ドラマとか映画とかね映画だとねこう2時間近くになっちゃうんでですねなかなか夜その2時間の時間を撮るっていうのがちょっと難しいこともあるんですけどもドラマだとね 1>, こう1本見てもそのコマーシャル飛ばしてですねほんで、えー、ちょっとだけ早送り1.33倍にしてみるとですね、えー、35分ぐらい30分ちょっと35分ぐらいですねそれで見れるんで、えー、それで2本ぐらい見たりとかこうするんですけどもねで今僕が見てるのはですねあのドクターコトーですねドクターコトーを見ています。その え毎週やってる今最新のドラマも撮ってるんですけどなかなか見れてないんですけどもあのえー関西テレビでね夕方にこう再放送を毎日ずっとこう連続でやるよるんですけどそれを録画しとくんですねほんで録画しといてそれを見るというところでほんで連続でこう見れるんでこう次見たになりますよねドラマってね。でだからこう連続で2つ見たりとかしてそれで。 結構こう気分転換というかこうオフの状態を作るんです。ぼーっとしてでこうドラマのこう世界の中にこう入って入り込むというかね。それがこう。 すごい気分転換になるなというところですね。で、ドラマとか映画ですね。で、もう一つが、えー、読書ですね。やっぱ本を読むっていうこと。で、えー、勉強のために本を読むのは気分転換ではなくて、ですそれは知識を入れるためにとか、えー、それを知識を入れて、インプットして、またアウトプットするためとか、そういうことでこう読書したりしてるんですけども、その読書ではなくてですね、えー、小説ですね、えー、小説を読むことがこう気分転換になってい,るいます。で えー、僕はそのお風呂に入ってですね、えー、今20分以上こうお風呂に浸かるっていうのをこうしてるんですねでこれは健康のためにもこうしてるんですけどもその時にですねこう読書をするんですねで読書をこう20分ちょっとぐらいするっていうのがですねなかなかこう気分転換になるとで小説がやっぱりいいですねその集中しても暑いんですけども、えー、20分す,すぐに経つという感じですねでその お客さんに教えてもらってその進めていただいた小説「湊、えー、かなえさんの告白」とかですねあとそれもう一つもお客さんやったんですけども、えー、宮部みゆきさんの RP「RPG、えー」これも読んでですね 真山仁さんの、えー、プライドで真山さんのプライドは自分でこう真山仁さんのはちょっと読みたいなと思って、えー、前ブックオフでね今年の正月買ったんですけども、えー、その本を今読んでるというところで、えー、多分ねこう今のプライドに関してはですね あの民主党が政権を取ってた時の時代の、えー、背景の、えー、小説かなというところで、えー、前山仁さんの本も面白かったなかなえさんのね小説もその告白ですか、えー、結構面白かったですねほんで映画は見てないんですけど映画もまあ見てみてもいいかなというふうに思ったりはしてますで宮見美幸さんの RPG もですねなんかこうえー そういうい終わり方っていうかそういうそれがその人が犯人やったみたいなねえー、形になっててやっぱりこう小説ね面白い小説は面白いですね湊かなえさんのその文章というかその,あその引き込まれる感じっていうのがすごくこう良かったですねさすがお客さんはそういう面白いものをこう知っておられるなというところで,でそういう機会を与えてくれた、ね、お客さんにもこう感謝したいなというふうに思います。 ででもう一つがですねジョギングですねこのジョギングも完全に僕は今はね朝走ってた時期もあったんですけど今は夜走ってるんですけどその仕事がこう終わってですねその仕事モードからこうまたこうジョギングをすることによってそれはオフモードっていうのとはまた違うんですけどもまたこう走ることによってこう気合が入るというか。 その特に冬はですねその冬のジョギングっていうのはなかなかこういいもんがあってですねそのやっぱ寒いこう外へこう出て行って走らないといけないんでですね、えー、これをこうクリアするというかその寒いのに外へ出てジョギングをする運動をするっていうそのね、えー、ことをこうすることであったりその、えー、ジョギングをすることこう淡々とこうジョギングをするっていうのがですね結局こう 持続力をこういろんなこといろんな取り組むことの持続力をこう上げることにもつながるということと、えー、ジョギングはねこう単純なんですけども自分の成僕もだから去年の、ね、1月ぐらいはあの1キロの距離から始めてですねで年末が9キロまで距離を伸ばしてで1月に入ってこう結構距離を伸ばして。 前回が12キロというほんでそれもこうぜいぜいはは言いながら走るというよりはですね結構まああのー、1 2キロ走るんでそれなりのあれはあるんですけども、あのー、足の張りはあるんですけどもそのそんな苦しさはないんですね。 というよりももっと心地よい感じというかそういうのを感じながらこう走れるということですね。でそのジョギングをすることによってその仕事からそのジョギングのそのところへこう変化させる。 これがね、すごい気分転換になってですごいすっきりした気持ちで、えー、お風呂に入りまた読書をしそれでドラマを見っていうそういう気分転換がいろいろできていくという形ですね。ということで今日は、えー、気分転換3選ですね、えー。ドラマを見る映画を見る、えー、読書でジョギングとこの3つをお伝えしましたということで、えー、以上となります。どうも今日も、えー、よっしゃでいきましょう。どうも。 ありがとうございます。